級危険種ドリューか。相手に不足はないな。当たり前だろ、俺にかかればあんなやつ楽勝だって。ちなみに俺は辰巳って言うんだ。デートで有名になる男の名前だから覚えといた方がいいぜ。あんたもしかしてデートで一旗あげようってのか。ああ、デートで出世、田舎者のロマンだぜ。忠告はありがたいけど今さら引き返すわけにもいかねえよ。俺たちがデートで稼いで村を救うんだ。そうすりゃ飢えて死ぬこともないからな。まあこの家康様の流しで渡るまで10年ってところだな。だよてめえ、ありそうなこと言うんじゃねえよ。都を囲う万里の城壁に運河を行く巨大な交易船、見どころ多いよな。もちろんデートの垢抜けた姉ちゃんたちもな。任せてよ、村を豊かにしてみせるわ。家康はきっと規則守れなくて打ち首ですよ。テイトの位置はここよ、下品。なんで俺だけ。辰巳、朝食を支度する時間だ。私たちの受け持ちはこの区画だ。こいつを手に入れて随分経つが、一山必殺の妖刀としてすっかり有名になってしまった。いや、この刀にも弱点はある。例えば？手入れの時気を使う、指を切れば即死だ。戦闘では相手を直に切らないと呪いを流し込めない。もともと一撃必殺の世界だ。帝具を過信しないように戒めている。いきなり何すんだよ。私たちの仲間になる決心はついた。だから俺は、あんた殺しの素質あると思うよ。素質云々で迷ってるんじゃなくて、殺しなんて。まあとにかく今日は仲間を紹介してやる。お、今のはマインのパンプキンか。よくあんなめんどくさい手具使うな。その点こっちは獣になって殴るだけ、わかりやすい。それよりもレオーネ、お前3日前の仕事で作戦時間をオーバーしたそうだな。まずっ。強敵との戦いを楽しみすぎるのは良くない。その癖は何とか直すんだ。分かったから、そのキリキリを止めてくれ。ところでその少年は。赤目、みんなを集めろ。その少年の件を含め報告を聞こう。なるほど、事情は全て把握した。辰巳、ナイトレイドに加わる気はないか。私が上であんたが下、部下が口答えすんな。荷物持ちになれただけでもありがたいと思いなさい。はあ、すぐに対等になれると思ってんの？ちょっとは剣の腕に自信があるようだけど、くぐってきた修羅場の数が違うわよ。あんたちょっとは根性あるじゃない。しょうがないから少しは認めてあげる。いくらなんでも弾ギリギリすぎだろ。俺の頭が大変なことになってんじゃねえか。何よ、せっかく認めてあげようと思ったのに。男が二人だけになっちまったからな、さすがの俺も頑張らなきゃって思ったわけよ。ドーンってまずはここを離れなきゃでしょ。ほらこっちこっち。ラバ、お前までありがとな。いやまあ俺が余計なこと進めたのが原因だしね。お前がいなくなると男は俺一人、ハーレムだからそれも良かったんだけどさ。くそ、いきなり大量の敵、しかもこんな近くに。中まで入り込んでるのか。敵殺す。まずいな、早くみんなと合流しないと。討伐隊が組織された直後に姿を消しちまったんだが、まさかテートに出てくるとはな。ああ、なんだ、まだ筋肉の動きに無駄があるんだよ。集中しろ、精神を研ぎ澄ませ、体の動きから一切の無駄をなくせば今の倍は持つ。あ、兄貴、お前はもっと強くなれる、俺に任せろ。おお、
決心ついてないんですか？そうなんだよ、シェレー。何かこいつに温かい言葉をかけてやってくれ。そもそもアジトの位置を知った以上、仲間にならないと殺されちゃいますよ。温かすぎて涙が出るぜ。よく考えた方がいいですよ。そこに正義なんてあるわけがないですよ。ん？どうかされました？ああ、マインはなかなか起きてきませんよ。なんだよそりゃ、仕事だろ。仕方ありませんね。ちょっと起こしてきましょうか。そういうものなのですか？これも試練だよ。え？ああ、彼は素晴らしい将軍だった。彼？とりあえず討伐した獣たちを一匹残らず料理しよう。インクルシオは姿は消せるが、それだけだ。気配や存在感までは消せない。このことを忘れるな。でないと死ぬぞ。渾身の力で叩きつけるだけでなく、どんな頑強なものにでも何かしら脆い部分はあるはず。すげえ。戦いの中でそこをつけるようになれば効果的だ。殺し屋とは思えない無垢さだね、タツミ。面白いやつ。マインってそんなことも知らないんだね。ムカつく。赤目ちゃんって近くで見ると本当に可愛いんだ。なんだいきなり。私はチェルシー。同じ殺し屋同士仲良くしましょう。はい、これあげる。便利でしょう。私のテーグ、ガイアファンデーション。マインはもっと好きなくさないと次の殉職者になっちゃうよ。何よ、あんたのテーグだってバレたら終わりじゃない。確かに化粧のテーグであって戦闘タイプじゃないからね。聞いていたイメージと違うか。実は私もこんな気持ちは初めてなんだ。誰かを好きになるというのはな。だが悪くない。辰巳、フェクマに行くぞ。今日から数日は狩りだ。フェクマって？フェクマといえばフェイクマウンテンのことに決まっているだろ。そのままでは大臣に回収されてしまうな。もったいない。使える人材を探しつつ余興でもするか。私の前では全てが終わり。なんという威力だ。この距離で銃撃しても効果は薄いか。コロ、連続。コロ、腕。テーグの耐久力をなめるな。あれを使うとオーバーヒートでしばらくコロが動けなくなるけど、仕方ない。コロ、奥の手強化。気のせいか皆がチラチラ見てる気がするんだが、作法でも違っているのだろうか。お、まあ、俺は海賊や海の危険士と戦ってきた男だ。つまらねえことじゃ動じねえ。ん？よう、昨日は休めなかったみたいだな。それじゃ黒目はまだ午前中だっていうのにおかしか？余計なお世話。もう少し海産物を口にした方がいいぞ。そしたらウェーブみたいに磯臭くなる。え、マジ？俺匂う？あ、いやいや、そんなことはない。お姉ちゃん、クロメ、すごく会いたかったよ。よかった。私の手で切ればお姉ちゃんをヤツッサのコレクションに加えてあげられるもんね。それがたとえ上級危険士のデスタグールであってもね。さあ、テーグ戦の始まりだ。テーグ戦の始まりだ。何人死ぬかな。何言ってるのお姉ちゃん。仲間だからこそいつまでも一緒にいたいんじゃない。お姉ちゃんもコレクションに入れてあげる。そうすれば昔みたいに一緒だよ。ふざけるな。それは仕方ない。私とレオーネでは体重に大きな差がある。
揃ってるな。付き合い。え？実は私でした。参りました。